皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシローカナでございます。それではデジモンストーリーサイバースレッツからやっていきましょう。前回はですね、ノキアのオーグレモンとメタルガルモンがオメガモンへと進化して、最下層アバロンサーバー、あそこにたどり着いたところ、それが罠になってイーターに、大量のイーターにですね、多くの仲間たちがやられてしまいました。それもこれも全てケジベリエのせいだということが発覚し、またようやく帰ってこれたというところですね。遅かったじゃないか。いやいや、テレビを見たまえ、アンダーゼロの事件についてやっている。アンダーゼロでしたね。で、ユーゴくんの正体、あの白い少年ユーゴくんの正体が、現世界のユーゴちゃんだったっていうのがね、発覚したというのも前回のパートでした。濃密でしたね。ハッキング行為の原因かだって、なわけねえじゃん。リエがキシメリエだ。報道ではエデン症候群が集団発生した原因はハッカーによるエデンへのハッキング行為だとされている。なんかうちらが悪いみたいな。さ、こぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。逆に黒幕の岸辺のことには一切触れられていない。まあ多分報道側にも多分根回しができるんだろうな、岸辺は。あくまでも上白は被害者、そしてハッカーが加害者という構図が出来上がっている。覆しにくい現実なんかもしれんけどね。岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今も上白優子を利用して九段のパラダイスロスト計画を進めているのだろう。そう、優子ちゃんが優子くんだから、もうなんていうの、記憶を乗っ取るって改ざんできる感じだったらしいんだよね。その特別な、デジバイスじゃねえな、なんかログインする端末を使ってて、なんかその人格として完璧に別人としてログインしてるっていう感覚だったらしい。なぜ岸辺は優子をさらったんだ。それに関してはまだ何も手がかりがないな。なぜまだ必要な駒だというのか。だがおそらく岸辺の計画は佳境に近い。優子くんは計画の最終段階に欠かせないキーなのだろう。助けなきゃ。どうしてハッカーたちをイータに押させる必要があった。岸辺はアンダーゼロに大量のデジタルウェーブを流し込み、行動の読めないイーターを見事に操ってみせた。まあそれが実験だったっていうだけで、たまたまその実験体の餌として、おそらくあれは実験だったのだよ。デジタルウェーブとイーター両方を制御できるか否かのね。制御というかイーターのコントロールはしてたね、発生の。今まで利用してきたハッカーの掃除もできて一石二鳥だっただろうな。君たちはその生贄にされたのさ。ムカつくな。キシベリエは本来作為的に操ることなどできないデジタルウェーブの流れを操作可能にした、パラダイスロスト計画もいつ発動してもおかしくない。君のログ情報から急いで上白優子の居場所を割り出そう。うちも計画だ。それと並行してこの計画の真の目的も探らねばならない。パラダイスロスト計画の肝はデジタルウェーブをコントロールして得ることができる何かだ。そう、何かが分からんねんけど。最近迷いが事件が起こった地点と新たに手に入れたデジタルウェーブの流れのデータ、これらの情報を照らし合わせれば最終的にデジタルウェーブが注がれる点を予測することができる。それをやってるんがあいつやね、あの剣博士やね、博士、ベル博士みたいなやつやね。出てこんくなっちゃった名前が。おそらくその点こそが計画の中心地だろう。まあある程度ね。これらの検証にはしばらく時間がかかる。悪いがもう少し待っていてくれ。わかった。よかった、無事だったんだね。君こそ無事だったかい。実はオメガモンが君と直接話したいんだって。何？ザクソンフォーラムに来てくれるかな。了解した。あそこならあんまり目立たないで済むだろうし、よろしくね。承知。京子さんの研修が終わるまで時間がかかる。とにかく行ってみよう。チャプター11、パラダイスロスト。計画は着実に進行しているということか。行こう。
の前に究極体をもう一体だけ増やすのか前回でだいぶしんどかったんでボロボロでしたからね。もう一体何種概要音が弱かったね。思ったよりごめんね。概要音を外します。その代わりガルダモンを投入してガルダモンを、まあ、順当な正当進化だし方法門にしましょう。回復もできる攻撃もできるアタッカー万能型でしたね確か。おお。ああそうまあ万能じゃ万能か。で、もう一体導入するんですか。多いかな。いやでも勝手的には変わってないって。もう一体だけ投入したいんでバンデモンを入れ替えたいと思いました。てかアトラーカブテリモンを返してください。アトラーカブテリモンを返さなくていいか。デジタマモンをバントリケラモンと入れ替えてライラモン、ライラモン、どうしようかな。アトラーカブテリモンもうちょっと育てて、ヘラクレカブテリモンにしたいんで、ラピッドモンをついに進化させましょう。前回ね、足りなかったのが、ワクチン種だったんで、ホホーもワクチン種なんで、デュラモンを、変えちゃいましょう。え、いいかな。あとワクチン種がアトラカブテリモンか。結局アトラカブテリモンだった。ワーガルルモンでもいいけど、レベルが多分足りませんって。とりあえずワーガルルモンでしょ。他手持ちの、サイパードラモン。レベルは低いけど、十分でしょう。じゃあ。マトリックスエボリューションしちゃいましょう。光を放つからだが、溶け合うのとエボリューション。セントガルゴも、両肩のミサイルが飛んでいくんだ。バーストショット。を、バンデモン入れ替えていいけどなぁ。まぁ、あ、いっか、バンデモンはバンデモンで。誰か、バックウィール接種で強い子。レディーデビモンはもうちょっと育てたいなぁ。ラストティラノも入れる？やめとこうか。強すぎるもんね。強すぎるもん。みんな強いんだよ。みんな強いんだよ、この辺も。どうしようか。いっか。バンデモン。で、いっか。あ、でもね、よい。行こうじゃない。回復しない。回復しない。じゃあ、パーティーもそのように入れ替えちゃいましょう。パンダモンも。で、セントガルモン。今回、究極体3面で行きましょうかって言おうと思ったけど。まあ、これで、セッティングだけさせてね、ファイナルオーラぐらい持ってるでしょ。ファイナルオーラめちゃめちゃ強いんだ。即死防ぐんどうしようか。でも、スリーがなくこれでいっか。ああ、もう強いな。で、ちょっと待って、ワーガルルもめっちゃ弱くなかった、最後。人は乾いてる。なんで？なんで？そんな噂なかったっけ？そうだね。行きましょう、これで。デジタマモンをもっとね、デジタマモンって、まあ、工作には出てこないんですが、デビタマモンって、ちょっとごめんなさいね、雷が入っちゃったかもね。めっちゃ天気悪い日に撮ってた。じゃあ行きましょう。ちょっとセーブさせてね。一応ね。上だけね。近かったね。マイク拾ったかな。おーっとって言っちゃった。ザクソンフォーラムですね。あ、おるわ。いやー、正直ジュークモンを連れてこようかなって思ったんですが、まあいいでしょう。ドキア。あ、来た来た。大丈夫だったかい。ほらほら、オメガモン来たよ。
お、呼び出してすまない。いや、いいよ。だが通信ではなく君たちと直接話し合いたかった。まあロイヤルナイツのオメガモさんが呼んでくれるんですもん。びっくりだよね。すっかり大人になっちゃったみたい。デジモンって特徴としてさ、成長するたびに精神年齢も上がっていくっていうような感じだよね。まあ、中別以外別のもおるけどね。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど、ぶっちゃけこの渋かっこいい感じもいいですか。照れてんじゃねえよオメガモ。でもって問題、こっちの世界に来た理由とか忘れてた、いろいろなこと思い出したんだって。そうか、聞かせてくれ。それじゃあオメガモンさん、どうぞ。付き合ってんのかおめえら。ありがとうノキア。では聞いてくれ。あ、まず私がこの世界に来た理由、それは我らデジモンの住まう世界デジタルワールドを破滅から救うためだ。大体ロイヤルのやつで一番奮闘してるんてオメガモン。一番ってわけではないか、めちゃめちゃ出てくる回数多いのオメガモン。大体いつもデジタルワールドのために頑張ってんのはオメガモンです。デジタルワールドはイーターの猛威にさらされ滅びの危機にある。デジタルワールドにもイーターがいっぱい出てるってこと。イコがデジタルワールド、イーターがデジモンの世界にも。マジで。ああ、データを食らうイーターにとってデジタルワールドは最高の餌場だ。だろうな。奴らはこの瞬間もデジタルワールドを食らい侵食している。私たちが遊んでいる暇も今も。私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン、ロイヤルナイツに名を連ねるデジモンだ。そう、アルフォース V ドラモンとかね、イグザモンとかいっぱいいるんだ。我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。お、イグドラシルとはデジタルワールドを司る存在、秩序そのものだ。イーターの出現を感知したイグドラシルは奴らを監視し、さほど時を置かず脅威を織り込むエラーと判定した。でも実際そうだね。その意思に従いロイヤルナイツは奴らの完全排除を目的とし、イーター発生の原因を探り始めた。そして脅威の発生源を特定した。亀代、それは隣接する異世界、君たちの世界に誕生したばかりのとある電脳空間だった。エデンだろう。え、私たちの世界のとある電脳空間、それってもしかしてエデンだ。やはりか。かのネットワークは人間の意識を完全にデータ化して電脳空間に出現させた最初のシステム。ああ、エデンアバター、つまり人間の精神データこそがイーター発生の原因であると判断したのだ。じゃあ人間を滅ぼせばイーターは湧かなくなるね。エデンという電脳世界で現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、劇場、攻撃性、まあ、ネット弁慶みたいなやつらやな。内なる力本性がね、どんどん湧き出ていってしまうんだよね。そのデジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。やっぱ人間が悪いんじゃん。そんな。でもいい人間だっていっぱいいるぜ。無論早計な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。私がそうであったように。ロイヤルナイツもほんまに人によってさ、人にっていうかデジモンによって変わるけどさ、人間側っていうか人間のことを排除するべきかどうかって、排除する側のデジモンもおってさ。だが自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。そういうロイヤルナイツもいるってことだね。そいつら戦うっていうんだね。彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。なんか同じ考えしちゃったな、私も。滅ぼす？まあ、だって滅ぼしたら、対決すぐ解決できるからね。時間を置かずに。人間世界って言うと、どこからどこまで？地球上で。中野？東京？日本？まさか！地球上だろうな。リアライズさえできれば人類だけ滅ぼせるからな。そうだ。この地上全てだ。
なあ、あんな強大な力を持ったロイヤルナイツが敵に回ってしまえば、人間だってたやすいんじゃないのか、ゴミゴミ。イーターを我らの世界から排除したところで、人間という発生源を消し去らない限り、奴らはまた現れる。だよね。人間を滅ぼす以外、イーターを完全に排除する術はない。それが彼らの下した結論だ。でも人間だってイーターで苦しんでるんやけど、その気を取り合うこともできるんじゃない。デジモンが私たち人間を倒そうっていうのか。彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ、目的を遂げるつもりだ。こっち側のロイヤルナイツは他にはいないのか。攻め込むってどうやって。デジモンは現実世界には出てこれないし。そうと言えるのかな。迷いが現象って現実とデジタル空間の狭間やろ。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらず、デジモンが出現する現象が起きているだろう。迷いが現象だな。もとい迷いが現象。人間世界とデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。だがその壁に大穴を埋し、次元の隔たりに扉を作り出せば、二つの世界はつながり、原理原則が重なって混ざり合い、結果あらゆるデジモンが往来可能となる。となると人間に勝ち目はないな。デジモン一体一体は成熟期だろうか成長期だろうが人間よりか強いと思う。昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常は、おそらく扉を開くための準備に違いない。なパラダイスロスト計画とはそれだ。なるほどな、理解した。計画を推し進めていた岸辺という人間は、彼らロイヤルナイツの意向に従っているか、もしくは精神を操られている可能性が高い。なるほどな、乗っ取られているということだ。ならばロイヤルナイツのそのものと捉えてもよい。じゃあオメガモン以外のロイヤルナイツもこっちに来ているだろうな。前回出たもんないし。2つの世界は完璧に隔絶されているわけではなく、わずかな次元の裂け目がいくつも存在する。私もアグモンとガブモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができた。なるほど、成長期ほどのサイズでなら来れるんだな。すでに予期せず記憶の一部を失ってしまったが、でもちゃんとオメガモンに戻ったら記憶を戻ったんだね。まあもともと2体のデジモンがね、ジョグレス進化してるんがオメガモンやから、余計それもあるんかもね。私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。うん、そっか分かってる。ノキアついてきてる。私は何としても彼らを人間世界への侵攻を阻止したい。自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが、許されようはずがない。そうな、その一件は正しい。そのような破壊的解決を私は望まない。ありがとうオメガモン。オメガモン、うん、私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっともっと仲良くなれるはずだもん。そうだな、ノキア。君の理想はそうだった。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。当たり前だろ。それを解明し事件を解決に導くには君たちの力が必要だ。運を酔わせるんじゃないよ。行くに決まっているだろう。オメガモン、待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。いや、話のタイミングとしてはバッチリだ。だがその甲斐あっていろいろと興味深いことが判明した、うん、事務所に戻りたまえ。直ちに会議だ。反抗作戦を立案しようじゃないか。わかったよ。私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。ああ行こう。ノキア、進化させた意味あったかな今回。話パートが多いな。お待たせ。それじゃあ京子さん、作戦会議始めちゃおう。ミルコ、いや
あと一人重要なキャストがまだ来ていない。新田くんだね。あいつは送ってくんね。重要なキャスト？私たち以外に誰が？新田がいるじゃねえか。おせえな。げえ、重要なキャストってまさか。おい、チャット仲間だろう、うちらは。ったく、岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみりゃ、暴走イノシシアタック少女も一緒かよ。なんだか不安だな。でもノキアが来ねえとオメガも来ねえぜ、新田よ。ノキー、それはこっちのセリフです。レジェンドとかどんだけあれこじらせてるんですか。この習字とかいろいろこじらせ少年。そもそも何よ、アンダーゼロでも一人でいなくなってさ、あんたこそチーム戦向いてないんだから足引っ張んないでよね。でも新田くんのハッキング能力は欲しいよね。エノキアちゃんのオメガモンと友情関係も欲しいよね。私が一番できればいいんだから。この作戦は誰一人かけても成立しないんだ。コネクトジャンプあるから無理か。抜けるとか無理か。暴走イノシシアタック少女もレジェンド、ただし中にこじらせ少年も協力してほしい。分かったか、イノシシ少女、レジェンド、ただし中にこじらせ少年よ。まあ俺は岸辺を叩けるんなら何だっていいさ。早く始めてくれ。大丈夫、新田くん、この間からトゲトゲしいよ。だそうだ、暴走イノシシアタック少女も異論はないか。ないだろうな、暴走イノシシアタック少女。あと、その前にちょっちみんなに聞いてほしい話があって。オメガモンじゃなかった、出てこなかった。ふん、それがパラダイスロスト計画の全容か。なるほどな。多くのデジモンをリアライズさせて人間界を滅ぼそうというんだね。人間世界の破滅とか、マジかよ。そこまで話がでかくなってんのか。ああ。その情報のおかげで私の仮説も全て立証された。感謝しよう、暴走イノシシアタック少女。ありがとう、暴走イノシシアタック少女。いや、私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうか。それでは改めて作戦会議を始めよう。ミルコ、まずは事実 A、 岸辺りへの目的は次元の壁に穴をうがつこと、次元の扉を開くことであると判明した。事実 B、 その岸辺りへによって上白優子が誘拐された。そう、これら A、B の事実はおそらく無関係ではない。 A を達成するために B の実行が不可欠だったのだろう。だから優子ちゃん鍵だかな、もしかしたら。どういう関係性かわからん。そして A はまだ達成されていない。そうだね、達成されていたらすでにこの現実世界にデジモンが湧いているはずだからさ。よって今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。そうだね、優子ちゃんをこっちの手元に取り返すことができれば、おのずとパラダイスロストを阻止できるってことでいいんだよね。いきなり頭パーン。なんでなんでオメガモンの話ついてこれてるのにそっから以上なんで。 B 実行の理由はこの際気にすんなってか。いくらなんでも強引すぎんだろ。まあ、仮説ではあるけれども。名推理とは得てしてそういうものさ。うん、だが至極真っ当な君の疑念の雲を払うため、私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。鑑定っぽいことしてる。はい、変わらずつかみどころねえのな。うん、それがうちらの教会。最近起きた迷いが事件の発生場所、そして現在検知可能なデジタルウェーブの流れをシミュレートした結果、定常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。おう、どういうことか。東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ、私はこの環状ネットワークをデジタルラインと名付けた。おう、驚くべきことにデジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場は人為的な制御がなされている。ということはまだ神代、十中八九神代、岸辺たちの手によってだ。あまり散らしてない、あいつら。各地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築に関連していたらしい。
そうか新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか。あ、なんかそや変な流れあるっつって飛んだね。そらなんか大門についちゃったね。あれか、はあはあ、確かにあれ円環状のネットワークだったね。あと何倍ったか忘れたけど、そんなんだった気がする。ぐるって回ろうと思って回れたよね。私回らんかったけど。エデンスポットにそんな秘密があったとはな、はあ、要は龍脈みたいな道ができてるってことだろ。あ、ね、多分ノキアに龍脈ってわかんないですね。その通り、このネットワークは龍脈、レイラインなど古くから存在する超自然的なエネルギー場と酷似している。デジタル用のエネルギーライン、岸辺たちは長い時間をかけてデジタルラインを整備していたんだろう。デジタルウェーブを循環させる構造はそれ自体がエネルギー反応炉であることを示している。蓄積し冷気させ増幅して放出する、実によくできた構造だ。このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルウェーブを放出することで扉が開くのだと私は考える。なるほどな。エネルギーの冷気状態から推測するに、パラダイスロスト計画はいつ実行されても不思議はない状況と言える。トリガーがいるんだね。大丈夫かロキア。現在エネルギーの流れに著しい変化が見られるポイントがある。そこを叩けばいいんだ。エネルギーの流れを追いたどり着いた先は六本木だ。ギロッポンギ。六本木の地下には上城の研究施設がある。六本木地下施設と呼ばれているらしい。まんまそこや。なんともそっけない、政府関連施設じみた名称だと思わないか。あー、だけパンピー、パンピーどころかあれか、警察も動けんにくいとこっていうこと。政府関連施設ってことは、そうだ、以前調査した地下のその奥にあった例の施設だよ。あれか、入った瞬間にキャマスに帰ってこいって言われたのこれね。君のログ情報を追跡した結果、上城優子と別れた地点と座標軸が一致した。本丸は間違いなくここだ。じゃあ叩き潰しに行こうぜ。そこを攻め落とせば優子奪還、一生は確実ってわけか。けど計画阻止は微妙だな。でもまあ被害は少なくできるんじゃないかな。 A 達成に B 実行が必要だったとして、 B が実行された時点で A 達成に必要な条件 C が成立しているなら、すでに B は、ごめん、わかんない。もうやめて。私の脳みそはすでに限界よ。ノキア大丈夫か。ゆうか黙れ、オタクあなた、略してオラタ。オラタ、おい。あ？抜かりはないさ、オラタ君。オラタ君、ほら一枚上手だぜ、うちの京ちゃんの。デジタルウェーブの制御自体を妨害するんだ。そう、人為的に動かしてるから、人為的に妨害しちゃうことも可能ってことだ。説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブの流れを制御して構築された人工物だ。そうだね。その制御はエデンスポットをはじめとする各種装置の稼働やコンピューターオペレーティングで行われている。じゃあ妨害は全然できるね。つまりそれらを妨害できれば、そう、端末をコンペをたげればいい。なんともアナログな方法だな、うん、要は電源を落としちまえってことだろ。だね。その通り。しかし向こうもそこが弱点なのは承知しているはずだ。予備電源の一つや二つ用意しているだろう。じゃあ5つや6つ叩き潰せばいいんだろう。だが同時多発的に工作を行えば必ずほころびは生じるはずだ。そのほころびを叩き潰しに行くのね。いっぱい人を集めて一斉に電源を送るとか。それだけでも人間を集めるのに時間がかかってしまう。あう、そんなもん東京中を停電させりゃ一発だろ。確かに。そっちは俺に任せてくれ、京子さん。ただの悪ガキやないかお前、オラタ。ちょ、東京中をって、だからどうやって。あんな子はできるんじゃない。はん、俺はハッカーだぜ。ハッカーがやることは一つだろ。ハッキングだね。知った連中を集めて各地の電力供給システムにハッキングを仕掛ける。一斉にド派手にな。悪いやっちゃま、加減はするさ。
影響範囲は必要最低限に絞り込む。その分時間はかかっちまうが。だがいいって。なるほど。君には各地にあるエデンスポットへのハッキングを依頼しようと考えていたのだが、もうより効果的だね。確実に岸辺の京を突くとするなら、絡めてから攻めるべきだ。美なるかな、美なるかな、無形に至る。作戦名、無形の陣といったところかな。初出はどこですか。お、いいね、孫子。孫子か。真なるかな、真なるかな、無形に至る。学があるな、この人たち。まあ、わかんないけどわかった。わかんないようでわかった。とりあえず私たちは特攻すればいいんだよ、ノキア。あなたがそっちなら、私たちは言うことだね。そう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 。だよね。そこだけ分かっとれば大丈夫だよ。理解が早くて助かる。行くぜ、イノシン少女。では、君たちは地下道から六本木地下施設へ向かってくれたまえ。ビルコ。童貞は助手が把握しているはずだ。うん、覚えてはないけど覚えてるよ。任せろ。そんじゃ、同時作戦開始だ。ユウコは任せたぜ。ああ。よーし、ユウコっちを助け出すぞ。でもって、パラパラダンス計画なんてのも絶対阻止だ。パラパラダンスってめちゃめちゃ古くね。パラパラダンスだっけ。まあいいよ、パラダイスロス計画阻止してやろうじゃねえか。次回な。はい、ということで今回は完全にお話パートではございましたが、奴らのパラダイスロスト計画の全貌が明らかになった重要な回でしたね。我々も打開策として、打開策じゃねえな、打つべき手として、地下道から奴らを施設へ潜入し、ゆうこちゃんを取り返しに行きたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。めちゃくちゃ LINE 来てるんで LINE の返信だけさせてください。アンドロも何ねちゃんだね。はい、あ、月の写真だ。綺麗だね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。